緩衝地帯で仕切られているところだけではなく、はい、その外にも多くのサポーターが詰めかけています。声も響いてるんですよね、はい、ものすごい力になりますよねこれは、この夏に加入しました大崎レオです。楽しみですね、はい、最終ラインもボランチもできますからね、というところで今シーズン非常にいい働き見せてますね。いや、どんどん中入ってきますし、はい、エリアの中で勝負できますからね、はい、シュート上手いですしね。2024J1 リーグ第21節北海道コンサドーレ札幌対アルビレックス新潟の前半45分が始まりました。クロスを入れて、ここは大森慎吾のヘディングでした。いきなり最初のセットプレー、外人には非常に特徴のある家泉ランニングですけども、コミが出てくる。コミがペナルティーエリアの中、切り返すか、左足で深いところまで入ってクロス、最後は松田が飛び込みましたが中村が触ってコーナーキックです。 8% で、まあ、リーグの中でももちろん一番少ない20という新潟です。そうですね、はい、左サイド上がっている秋山から谷口落として奥村、藤原を越えて松田のシュート、ポスト後ろからもう一度秋山。さあ、先ほどの新潟の波状攻撃、松田のシュートです。やっぱここっていうチャンスは人数かけてますしね、これもワンタッチで素晴らしいシュートでしたけどね。マイケル、谷口がゴールに近いところ、低いボール、フリーですよ。谷口のヘディング、ゴールキーパー菅野が弾きます。マイケルから縦、いや、いいとこ入ってきましたね。マイケル・ジェームズ、クレー、右足、トップに君臨できるような選手が揃いませんでした。家泉が出ていって鈴木武蔵へ、もうちょっと前に出したかったか、そうですね、はい、菅、で後ろから家泉のシュート、わずかに外れました。で、今前半終了ですね。そうですね、はい、前半は0対0、まあ、共にスコアを動かすことはできませんでしたが、勝負の45分、 2024J1 リーグ第21節北海道コンサドーレ札幌対アルペックス新潟の後半戦がキックオフされました。画面右から左に攻めるホームの北海道コンサドーレ札幌、赤と黒の縦島、後ろから小林勇気のシュート、大森慎吾に当たりますがまだあります。後ろから小前が狙っていったブレ玉、ナイスボール入りましたね、はい、あとスピードアップ、ここが引っかかる堀米、逆にそしてそのまま、はい、前に持っていく谷口、ポジション入れ替えて中には小見、谷口がペナルティーエリアの中に入って右足のシュート、素晴らしいゴールが決まりました。今シーズンの6点目、新潟先制1対0、右足振り抜いた、強烈なシュートでした。スーパーですね、振りも本当にコンパクトで、あの威力です。このカウンターの鋭さ、はい、いや、すごいシュートでしたね。ただ札幌、ここの奪われ方で、堀米選手守備素晴らしいですよね、はい、その後が良かったんですよ。この長い距離をぐーっと引っ張って引っ張って、だからこそここ空いたんですよね、やっぱり。あ、なるほど、やっぱ気になったと思うんですよ、小前選手もやっぱり、はい、関節は絶対入ってますから、あのランニング、でこの1対1で少しだけやっぱ寄せ切れてないんですよね。うん、さあ、ただ、まあ、チームにとって本当に救世主になってほしい大崎です。背側から縦、小野の前、大崎が行く、ポストに当たった、ここの抜け出しから早かったですよね。打った後に大崎選手のスパイク、はい、杉野選手、はい、いいさ、出てきました、左足のシュート、わずかに右、ここで長い笛、試合終了。アルビレックス新潟、このタフな6月8試合負けなしをしっかりと勝ち点3で締めくくりました。いや、新潟
2試合勝ち点は1止まり、勝ちきれない試合になってます。そこに遠野、センターに山田慎、2試合連続、そして左がマルシーニョ、湘南戦はゴールを挙げました。まあ、システムがマッチアップをするというよりは若干こうずれますけれども、このあたりはどう考えたらいいですか。はい、J1 リーグの第21節、川崎フロンターレとサンフレッチェ広島の一戦がスタートしました。脇坂です。まあ、左で作りますと中に遠野、マルシーニョ、山田、打つ、マルシーニョ、山田慎、左ワイド、佐々木朝日、中でマイナス脇坂呼んでます。シンプル、山田慎へ、その後ろ遠野、脇坂戻す、サイドを取ってきました。フロンターレ、柔らかいボール、もう一度遠野、脇坂、中を確認して瀬古のミドル、ディフレクション、こぼれた、流し込んでマルシーニョ、フロンターレ先制です。ミドルシュートがディフレクション、大迫は止めるのが精一杯、攻撃を繰り出しましたけど、はい、まあ、ここでしっかりと瀬古選手ですよね、足触れたのがまず大きかったですし、まあ、大迫選手も、ね、ディフレクションあって、ここで収めることで素早い攻撃につなげているフロンターレ。もう一度プレーオンで山田慎、囲まれますが左マルシーニョ、打ちに行きます。ルーズボール、新井、長いパスにつながってドーグラス・ビエラ、コースを狙います。前半終了です。先行したフロンターレ、まあ、おそらく中島は松本大志と横並び、前線が加藤、大橋、そこに満田という3選手。新井、その前に満田、スペース、シンプルの折り返し、逆サイドへ、マルシーニョスピードアップ、中のコースが空いていた、カメルラストパス、横パス山田でしたが捕まりました。松本大志、佐々木翔、フラッグ上がりません、折り返し、大橋、小林優から脇坂、小林狙ってきた、ジュニオール、ミスターシンプルにビエロスとこぼれ球ブロック、ジェジエウ、中は使えず一度下げて佐々木翔、大橋、ミスターからエゼキエウ、ミスター抜けて右足、ディフェクション、追いつきました広島。まあ、シュートを打つには十分な、ね、スペースと時間は作りましたよね。はい、まあ、倒れない、瀬古が運んで縦パス、ファンベンベスケルケン、シンプルに折り返し、小林、が来ました、小林優、来る、もう一度行く、うわ、試合終了。まあ、
ういう意味では、立て直すのもしっかりできているチームなので、はい、まあ、あとは先ほどの話じゃないですけども、クラシコ特別なゲームなので、まず保持っていうところから入ると思いますし、まあ、手前手前にならずにやっぱりまず背後も取る選手もいますから、まあ、まずは前と後ろがしっかりつながりながら攻守にバランスを整えるってこと、まあ、あとは我慢しながら少し持たれる時間も多くなると思いますけど、前半がスタートしました。左にエンド横浜 F マリノス、右から左に攻める緑のユニフォーム東京ヴェルディです。今木田のところ山田豪輝頂点のプレーが見ながら、うん、山見つながったダイレクトシュート、いいんじゃないですかね。いや速いボールクリア、山見狙ってきた、山見ひろと見事な右足、ヴェルディ先制。スーパーミドルが来ました。すごいのが来ましたね。まあ、山田楓希のまずこの鋭いボール、まあ、クリアボールに対してしっかり反応してトラップ振り抜く、何か難しいことをしているわけじゃないんですけど、止めてからも早いですし、少し巻いてるんですね、乗せてずっと。林からいいボール出た、山田豪輝中、山見1枚、山見ニアに来た、もう1点取った、山見で2点目、早い攻撃完結。それができると今みたいな場面は作れますよね。ショートコーナーで始めました。ヴェルディもしっかり集中してます。天野、中見る、アンデルソン・ロペス、エドワルド、オフサイド、オフサイドフラッグです。今みたいなところだと思います。局面一つ天野が外して入れられるタイミングでヴェルディの最終ラインのとキーパーのマテウスの間にボールを送り込む、はい、まあ、エドワルドもストライカーみたいなボレーでしたけど、ね、ワンタッチ渡辺コーター、ヤンマテウス、天野入ってくる、天野、渡辺コーター、木田のリアイチー、前半のうちに1点差、思いっきり蹴り込みました宮市。これぞ F マリノスの攻撃出ましたよね、はい、まあ、局面の目にゃ、ヘディング、谷口、流れて斉藤光介、柔らかいボールだ、ファーサッチだ、惜しかったですね、わずかに上でした。ここで前半終了のホイッスル。後半がスタートしました。本来 F マリノス右から左に攻めていきます。宇永、天野落として、木田からヤンマテウス、前が空、速い、ヤンマテウス、ヤンマテウス、マテウス、ナイスキーパーですね。ヤンマテウス前向いた、マッチアップ、ミキ、足元、キラー、惜しかったですね。キーパーはおっと、上中フリーでしたが枠捉えられませんでした。残り1分ほど、シナカ、ロペス入れ替わった、アンデルソン・ロペスえぐっていく、シュートだ、ーニア・マテウス、いやなっときたって感じでしたけどね、ロペスね。そうですね、ヴェルディ粘り勝ち、よく耐えましたね。前半のリードを守りきって
そうですね、はい、彼も本当この試合にかける思いっていうのは強いのかなっていうのでは注目したいですよね、ミッチェル・デュークは今シーズン初めてのスタメン、今日が16試合目の出場ですが過去の15試合すべて途中出場です。背番号16番の宇野がボールの前にいます。宇野は青森山田中学、青森山田高校出身です。さあ下げて庄司へ、前半の45分スタート席をしてきました。守備の要です。そして半田から江川、今シーズン初出スタメンです。中谷からのロングボール、これが足元入った。メルトン横パス、宇佐美、宇佐美のパスからメルトン、メルトン先制ゴールはガンガ、押しているこの立ち上がりの時間帯で先制ゴールを決めました。ホームのガンバ大阪、まずは上位直接対決、3位のガンバ先制。守備に追われてはいるかもしれないですね。さあここはワンチャンス作れるか。望月が攻め上がる、かわした、かわしてクロスを入れる、触った一森、平川、平川のクロス、ヘディング、最後はミッチェル・デューク。中にジェバリがいることでやはりディフェンス、ここはかわした、かわして右足で入れる、谷セーブ、黒川の右足です。ここで少しラインを上げてくるガンバです。先頭スペースを狙います。半田がここで対応、ちょっと交錯をしましたが、そうですね、はい、カードを持っている。そして半田に2枚目、半田退場。林入れます、後ろからシュート、ドルチェビッチ、ヘディング、押し込んだミッチェル・デューク、追いつきました。町田1対1、前半の終了間際、得意のロングスローから追いつきました町田。ダワンは今シーズンは第4節の岩田戦でゴールを決めています。前半の45分タイムアップ。そしてガンバのプレイヤーはピッチに入る前、それぞれ円陣のような形で声を掛け合いました。やはり今非常入ってきますね。後半ガンバのキックオフ、右エンドガンバ、左エンドが町田です。ガンバのキックオフでゲームがスタートです。中谷が長いボール、ドルジェビッチです。ロングスローからこのプレイヤーのキック、そしてミッチェル・デュークのヘディングシュート、藤尾、これは笛が鳴った。このデューク選手のキープですよね、はい、やっぱこのキープのしっかりとペナルティーレーンで抑えた中で前向きな選手を使うことで、まあ、ダワン選手の足がかかってしまったかなというところですかね、はい、スカッサッ、真ん中に決めました。8ゴール目は勝ち越しの逆転の PK、得点を取る鍵になると思いますね、前を向こうという藤尾です。チャンスになる、シュート、一森、カットインからシュート、もう1点追加しました。先頭のゴール、開幕戦は退場、悔しい戦いになった先頭が今日はスタメンでゴールを決めました。1対3、まあ、ここで宇城選手が粘ったことによって一森選手一度止めたんですけど、ここをしっかりとダイレクトで下手選手が先頭選手に渡すことで時間もありましたよね。庄司が奪います、平川につけて、その平川からさあシュート打った、桑山のシュート、ゴールラインを割ります。そしてここで長い笛が吹かれました。1対3、首位の町田。
さっきも喋りましたけども、僕の方が上手いですよ大輔さんというふうに言われたので今度ちょっと勝負しようかなと思っております。前節は船木選手なんかもかなり前線に絡む動きを見せました、はい、そのあたりにも注目です。まあ、やっぱり怪我人が出た時のやっぱチャンスだと思って得点をやっぱ取らないといけない。今日が J1 通算300試合目北野のキックオフで始まっています。パリオリンピック代表の声を待つ西尾からということになります。中山運んで長井シーハシクロスを入れてきます。スルーして山岸がいる右足のシュートキム・ジンヒョン気持ちいいのよ。よく止めましたね。走れるっていうところもあるかもしれないですよね。胸コントロールから山岸落として稲垣の左足いいシュートそうですね。力見たらね結構いい感じかなと思った、はい、さらに田中俊太ワイドに奥田さあういうふわりと浮かせてレオセアナカピシャーバのところレオの左足枠を捉えることはできませんでした。久保も中に入っていますがここでシーハシ要請やら前を向きます。サイドに流れて中に上城仕掛けます。仕掛けて仕掛けてえぐってシュート。いやーすげーわすごい仕上げましたね。すごいプレーが飛び出しました。桜のエースが先制ゴールを奪っています。一人っすよ、はい、これもちょっとねパスミスではあったと思うんですよね。でここの戻り、まあ、逆に言うとセレッソの上がりもあまり速くなかった分カバーに行かなかったんですよね。逆にそれをもうすぐ仕掛けて1対1でかわしてシュートまで速いですよね。もうこのやっぱペナルティーエリアにやっぱ中に入っていくっていうのが一番いいですよね。シュートのコースに自分の形に持っていくのがやっぱりうまいですね。そしてここで前半終了のホイッスルです。前半ご覧になってまず松井大輔さん、はい、どんな印象でしょうか。フォワードがやっぱ点取ってくれるって守ってる方からしたら、まあ、中盤の選手もそうですけどやっぱいいですよね。頼もしいですよね。頼もしいです、はい、レオセアラ後ろからかなりプレッシャーかけますが、ま、ルーカス・フェルナンデススルーパス上城フラッグは上がりません。シュート見事に決まったんですがオフサイドフラッグ上がっています。いいシュートですね。すごいシュートですね。ペナの外ですけどね、はい、まあ、自分自身もねこうもうちょっと先に出ちゃってるなっていう感覚はあったと思うんですけどね、はい、まあ、ランゲラックももう分かってたんじゃないですか。どうなんですかね。でもこれ結構いいシュートですよね普通にもうオフサイドだろうみたいな。そして橋本さんこれ上城選手の得意な琉球時代から得意な向回転向回転のボールですよね、はい。ルーカス・フェルナンデス中に上城とカピシャーバレオセアラ左足のシュート。いや最後奥の久保グランダーのボール落として稲垣いや惜しい橋でした。いいですよね。そうですね。崩していけるかどうかカピシャーバプレッシャーをかけます。ボールを奪い取った強いクロスを上げてくるルーカス・フェルナンデスだ。ブラジリアントリオの一人カピシャーバとルーカスで得点を奪い取りました。さっきも言ったと思うんですけど名古屋がいい攻撃してると思ったらやはりセレッソが、まあ、ここでもね吉田選手ちょっと余裕を。さあ一方の名古屋1点を返すチャンス。水の右足ニアに合わせるセカンドボールあーっとそのままディフレクションから入りました。1点を返しました。久保今シーズン初ゴール。めちゃくちゃいいゴールでした。いやこういうのですよね、はい、ちょっとこう疲れが出てきて守備が緩くなったりミスが増えてこの当たって入るまだなりません。そう、ね、レフリーと重なったんですよね。惜しかったですね今のは。そしてここでホイッスルです。
最後までうまくコントロールしたゲームでしたね。まあ、おっしゃる通りで、まあ、今言ったように1人少なくなったということもありますけど、その能力を最大に活かせるような立ち位置にした方がやっぱりチームとしてはパフォーマンス上がりますからね、はい、この高さと強さをどうやって活かせるかだと思いますね。粘り強く戦うというのが今日のテーマだと思いますね。浦和はおよそ 57% でリーグ2位、磐田はおよそ 45% でリーグで3番目に低い数字です。まあ、この辺りのデータが今日どうゲームに反映されるか。ターンしたジャメイン、よく耐えました。アドバンテージを適用しています。ジャーメインから左、平川シュート。中央のミッドフィルダーを引っ張り出すような運びをしました。ソロバッケンから中、渡辺龍馬ヒールパス、伊藤敦樹、大畑はスルーでまだ伊藤です。外回って折り返し、ファーサイドヘッド、石原弘和、浦和での初ゴールが生まれました。石原弘和、どうしても、ね、ボールウォッチャーになってね、自分のマークはちょっと見れないですからね。ふわっとしたボールでしたけど、武田を落としてきた。スピード十分、見事なフリーキックでした。間を通す渡辺龍馬、シュートだ。もうちょっとゲームが動いても良かった展開ですよね。ここで前半最後の笛が鳴りました。結局1対0での折り返しです。古川が下げたところから後半が始まりました。エンド変わって右に浦和、左にジュビロ磐田。あのフリーキックゴールを見ると、まあでもね、いろんなアイデア持ってる選手ですからね、はい、聞いてみないと分かんないですけど。伊藤敦樹だ。川島グッドセーブ。リンセンのフリック、これは岩田回収しきれず、武田です。武田、渡辺龍馬だ。渡辺龍馬、オフサイドです。ああ、うん、出てますね。うまく今オフサイド取りましたね。上村ですかね。そうですね、上村がちょっとラインを、これはインターセプト。石原自分でちょっと距離を稼いでから、伊藤敦樹のフリーラン、伊藤シュート、渡辺龍馬、追加点浦和レッズ、52分2対0。ショートバウンドしてしっかりとね、抑えなきゃいけない中で上から抑えて見事に武田合わせてきました。大畑、よく手が出ました。おーっとクロスバー、拾ったそのバッケン、ヘディング、ブルーのチョゼ、強引なクロスはペショット、ブッキーパーの間に流し込もうとしました。流し込もうとしました。大畑、高い位置で奪い返して、渡辺龍馬、お残した、大畑だ。大畑マイナス、スルーして伊藤敦樹、前回浦和レッズ3対0。コントロールしてシュート打てるような場所でしたけど、分かんないですけど、声がかかったのか分かりませんけど、はい、スペースに出したボールは鈴木海斗が奪ったんですが、また奪い返して、ちょっとオープンな展開です。渡辺龍馬からチアゴサンタナ、打った、武田が巻いてきます。大外、チアゴサンタナ、こぼれ球、佐藤が詰めてました。まだあります。ホイブラテン、さらに佐藤が詰めました。後ろからシュート、渡辺龍馬です。最後の笛が鳴りました。サイスターを舞台に行われた浦和レッズ対ジュビロ磐田、ファイナルスコア3対0。3月もそして6月も日本代表にね、37歳ですが招集されているわけですからね。まあ、彼はまだワールドカップ次を狙ってますし、はい、
今日は左サイドバック長友、右中村、こういった日本並びである守備から攻撃に出た時にそのウェリントンで収まるかどうかですよね、うん、ゲームは福岡のボールでスタートをします。今ダレン・イングランド出身の笛が鳴りました。前半は左にエンド青赤のシャツホームの FC 東京、そして右から左へと攻めていきます。今日はシルバーのシャツアビスパ福岡ということになります。さあ前から左サイドを岩崎仕掛けていく。一度ここは下げて宮からのクロスが入ってくる。ヘディングシュート、そこバーの上ウェリントンです。いやあワンタッチありました。ここは触ってました。ただあの技術的なコントロールのミスは少なくなったっていうような話はしてましたね、うん、そしてお、さあ中川溜めてからちょっとマイナスでしたが、デイゴ・オリベイラ、そして遠目から打っていく松木のシュートですが枠の右です。原川は中央へのボール、うん、岡が飛び込んでいっていました。まだあります。さあ松木から中へ入れていったボール、岡のヘッドですがここはキーパー村上キャッチ。そしてここで前半終了の笛が吹かれました。結局は両チームともに前半は得点には至りませんでした。後半は右にエンド、左サイド空いていたこの岩崎を使う、中にはウェリントン、本堂、さらには佐藤、バーには亀川も行っている。岩崎から逆サイドを使った亀川が浮かず、ウェリントンのヘッド、デイゴ・オリベイラ、原川も行く、その原川へ、うん、亀川のボール、これを拾っていきます。長友、安西、長友を使う、長友のクロス、ファーサイドにデイゴ・オリベイラ折り返し、小泉、そしてデイゴ・オリベイラ打つ。ここは佐藤亮が下がります。さらには亀川も下がるということです。佐藤亮がと亀川が下がりました。東京はビルドアップ苦しくなってるんですよね。出口が全くこう探せなくなってる状態なんで、はい、前から小田、クロスが入る、ニアにスラッシュ、来た、ひねみ、小田のクロス斜めに入ってきました。途中交代の2人絡んでのゴールです。先制アビスパ福岡。長谷部さんの采配当たりましたね。当たりましたね。うまくでも茂みもね、ニエに入ってきて、うん、少しねコース変えただけなんですけど、うまかったですね、はい、茂みは J1 初ゴールになります。嬉しいですね。東京だとこの展開だとやっぱ荒木とか使った方が少し違い生まれそうですよね。さあ、ここに今度が入っていく、ナイスキーパー、この側のセーブです。ゲームは推移をしています。もうトラップから小田、もうそしてこの今度ここからファーサイドに矢崎が入ってきた、サイドレット、いや大外見えてましたけど ね完璧な形でしたけどね。荒木が蹴った、狙った村上のセーブです。コーナーキック、ここはラインは分かりません。さあ切り返した、そして持っていきながら中でニアへというボールでしたけれども、荒木からここはしっかりとまた村上がキャッチをしています。さあ後方絡んでいきますが、田原積田ドリブルで入っていく、田原積田ここから振っていく、ならスローインからここを宮が跳ね返していく、そしてここで長い笛が吹かれました。残留の位置にいますサガン鳥栖と1ポイント差です。まあ、それで怪我をしてしまったっていうのもなんかあったみたいなので、はい、まあ、そんな長くはかからないみたいなことも聞きましたけど、ああそうですか、はい、並びはまた試合が始まって確認したいと思います。エンド変わりましたけど、どっちが
左エンド京都、右エンド湘南、勝ち点1差です。18位と19位の重要な直接対決です。鈴木淳之介です。打つか、おー打ってきた、うん、いいですね、はい、これで一味転がして入れた松田天馬。福岡が右も見た上で外からやり直し、伊沢をクロス、セカンドボールマルコ・トゥーリオ、内田村合わせてきた、原太一踏み込んだ、マルコ・トゥーリオのクロス、原太一見事な胸トラップからの流し込み、重要な会同士の直接対決、19位京都先制、原太一です。これはすごい微妙なところですね、はい、まあ、これがやっぱりボールの軌道がなかなか難しくて、キム・インテもなかなか強くは返せなかったんですよね、はい、で1回クリアされた時にも、まあ、原太一もしっかりと戻りましたし、まあ、そこから出てくるような形で、こぼれ球を福田慎之助が福岡につけます。外から抜いた裏街道、福田慎之助入れた、マルコ・トゥーリオ、ナイスキーパ ー、しのぎました。ソンボム軍ナイスキーパーですね、本当に味方も見えるといいですけどね。その奥野の縦パス起点、福田のポストからバルダがフォロー、右から岡本がクロス、来た逆サイド、お旗が出てきた、旗打つ、際どいシュートでした。旗ちらっと池内時計見ましたが、原ゴール前一味、マルコ・トゥーリオ打ってきました。これが前半のラストプレーです。今日先発起用のマルコ・トゥーリオアシスト、原太一見事な胸トラップからの流し込み、京都が1点リードの前半です。湘南ボールで後半開始、田中聡はまず前に当てます。ちょっと戻しがずれました。ルキアン処理した、突きつける、真ん中に奥野がいて、後ろから岡本が来た、岡本打つ、最後は自分でフィニッシュしました岡本。福田翔の反転、旗来た、旗来た、旗のシュート、バルダ打つ、バウンドしてプレッシャーをかけた岡本、踏み込んでバラバ、ちょっと体から手は離れては、はい、広げてはいますね、はい、さて中村審判員がペナルティ、一味のハンド、池内主審スポットを指しました。福田翔をしのいだ、クソミニュンが止めた、右手を上げた、まさに守護神クソミニュン、マイボールしました。そうですね、原がうまく収めました。マルコ・トゥーリオ、福田慎之助、クラッシュで左足、期待感がありました。マルコ・トゥーリオ、後ろから湧き出るように京都の選手がゴール前に出てきます。川崎真ん中スルーした、松田天馬、川崎のパスからカウンター、松田で完結、伊沢のプレスから敵地、あっと今度はひっくり返してルキアン、ルキアン足元に入れた、踏み込んだ、福田翔が打った、ワンタッチ田中、池田流す、鈴木淳之介足元、池田左足、際どいシュートでした。湘南池田の左足、もうちょっとある、拾ったのは、これで試合終了の笛です。会同士重要な直接対決、制したのは19位京都仙台。今日は勝ち点1ではなく3を積み上げたい両チーム、強い気持ちを持って戦う大事な大事なゲームです。前線の武藤選手、大迫選手、右ではやはりこの高さっていうところも生かしながら、あのボールが入るのかっていうところ、やはりサイドの起点っていうところはね、非常に
画面右から左に攻めるのがホームのヴィッセル神戸、そして左から右に攻めるのがアウェーの鹿島アントラーズ。今前半がスタートしました。さてどこを狙ってくるでしょうか。ラゴンのキック、ヘディング、うん、先制は鹿島アントラーズ、シャブリッチが決めました。いやこの立ち上がり来ました ね、 そうですね。神戸はこれで今シーズン初めて前半での失点ということになります。樋口も中に入ってます。中使って樋口だ、落とす中、チャブリッチ左足、鹿島がしっかりとボールを早く回しながら相手の隙を伺ってますよね。荻原から裏、いいボールが入った。ナイストラップからオフサイド出し、1対1か、左足、追いつきました。神戸1対1決めました。武藤、今シーズンこれでチームトップに並ぶ7ゴール目。いやー素晴らしいゴールでしたね。ナイスフィード、そしてうまくトラップ、最後仕上げました武藤義則。1対1しっかりとコントロールしました。大木原に預けてから縦、テクニックのある井出、井出からまた裏だ、入ってくる早川です。今日はサイド本田がニアに動き出してから中、武藤流れていってそのまま押し込んだ、サイドクルーラーです。今シーズン初ゴール、セットプレーから神戸欲しかった。早川のキック、樋口です。走る走る、ただトゥーレルのカバー、体は強いマテウス・トゥーレル、そこをかいくぐって樋口だ、樋口左足パス受けて名古屋シュート、これはわずかにポストの横。可能性感じるプレーでした。いや感じましたね。広瀬だ、抜けてきた広瀬、中に入れますがここは早川、ちょっと大迫は欲しがってましたが中で。ここで前半終了の笛です。ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、上位争い、先制したのは鹿島、ただ前半のうちに2点取って勝ち越しに成功していますヴィッセル神戸。ホームここノエビアスタジアム神戸で勝ち切りたいのはヴィッセル神戸です。今後半がスタートしました。藤井は左の樋口のキック、ボレー、チャブリッチのシュートは枠には捉えられず、ただ安西体を張ってここで奪う知念、はい、強い佐々木、ちょっと知念大丈夫か、佐々木大中パスにして武藤まだ行く、武藤中、大迫ただオフサイド、ゴールかと思ったところだったんですがオフサイドの判定でした。ちょっとただ知念は大丈夫でしょうか、ちょっと佐々木とのコンタクトの中で得点かどうか、PK かどうか、退場かどうか、警告退場の人間違いかどうかというところで、ゴール認められました。追加点ヴィッセル神戸、大迫今シーズン5ゴール目、古巣相手に8試合ぶりの今シーズンの得点を取りました。これで3対1です。ゴールに向かっていくボールを蹴ります。アクセのボール入ってきた、大迫ヘディングを見せてきました、ただ枠の外でした。大迫から左のパトリッキへ、中には佐々木もいる、挑んだ仕掛けたパトリッキ、中早川、その後右足のシュートブロック。菊池の守備です。さあ時間はもうあまりありませんが、ここで試合終了の笛です。神戸3試合ぶりの勝利、上位争いに向けて上位鹿島に勝利して、裏抜けだとかそのキーパーとディフェンスラインの背後のところをうまく取れると、ゴールの可能性増やせると思いますし、こうしっかりこう自分たちのやりたいサッカーをうまく表現できていると思います、特にこう左サイドのマテウス・サビオとジエゴの攻撃力は、京都戦から手応えっていうのは感じてるんじゃないですかね。なるほど。さあ阿部柏レイソルボールで前半のキックオフです。2024明治安田 J1 リーグ第21節サガン鳥栖対がうまく結びましたね。おっと一転して今度は鳥栖は悲願を狙う、富樫が拾う、堀米、あっとここは松本、松本がよく止めた。そ
してトスここで奪った富樫中に行きながらサビオ戻る、サビオのディフェンス、いや素晴らしいですね、そのままサビオ、さあ細谷前方にサビオ、細谷に通った、細谷ビッグチャンス、細谷のシュートはわずかにポスト、2本目のこれコントロールですけど後ろから来て右足での内側でコントロールするわけですよね。あ、まあ、ザ・ストライカーっていうようなコントロール、それでシュート打てるところまで置いた、まあ、これも小山津の一つの持ち味ですが、さあ富樫この辺りはジャンプ力を見せた、そしてヒアンだ、ヒアン前を取ってチャンスになる、バルセロヒアン、これぞヒアンの決定力、バルセロヒアンがワンチャンス仕留めましたとは当然思ってはいないでしょうが、まずはこの前半の残り時間、より失点だけは避けたいということにもなります。おお、これは出足よく長沼そのままシュートに行った、強烈ですが松本、いやー長沼のシュートもパンチ力あったんですが松本もよく立ちはだかりました。今上村主審も時計に目をやりまして、そしてここで前半終了の笛です。キアンのゴール、トス先生、前半は1対0。さあ中原さん、前半の感想を一言お願いします。内田篤人のフットボールタイム、ぜひお楽しみに。さあ後半の頭から柏が小山津に代わって木下、中原さん、トスの方はこうやっぱ2点目取れるか、そこはまずは一つのね、はい、はい、さあ J1 リーグ第21節サガン鳥栖対柏レイソル、ね、さあ1点してサビオから細谷には渡らない、ただこれ島村だ、島村もつれて、あーペナルティーキック、島村の仕掛けからペナルティーキックを得ました、柏レイソル、ご覧いただきましょう。狭いところでボールもらいながらボールの置きどころがやっぱいいですよね。キムテヒョンのファールですね、はい、はい、相手が触れないところにしっかりボールを置いたことによって、まあ、このファール、サビオで同点1対1。さあ7試合ぶりの勝利へ向けてまずは同点に追いつきました。柏です、おーっとこれ細谷、島村からのパス、ビッグチャンスで細谷戻して、サビオは最近の流れでいうと横山先発スタメンの予想も当然立てていたことでしょうし、はい、そのあたりはね横山対策というのはね、おお富樫、いやナイスキーパーですね、松本わずかに触って、逆に今度は1点リードの柏がまあ無理はしないというところになってきま す、ね、まあ、ちょっともったいないシーンでしたね。これが残るジエゴ、木下、7ゴール目今シーズンです。いや大きな3点目が柏レイソルに入りました。まあ、こうサビオのこのアウトサイドでの空間にボールを置くようなパス、まあ、この関根、さらに4点目を目指そうかという柏レイソル、駒澤、これも島村に入る、島村ヒールでおしゃれに流して白井折り返して、わーって残したか、いや入ったか、入った、押し込んだ、その前に入ってますよね、はいはい、おそらく最後押し込んですが、その前パケリが書き出した段階で入ったんじゃないですかね、入ってたと思われます。はい、いずれにせよ4点目です。ちょっとこれ確認しましょう、ここですよね、これこの段階で入ってますよ。サガン鳥栖対柏レイソルアディショナルタイム8分、そして今試合終了の笛です。いや柏レイソルとすれば長いトンネルを抜け出す